2月21日水曜日アズーリモーニングスタートということで皆さん、はい、おはようございます。俳優の波音英子と波江美智子と、はい、アズーリプロダクション業務部と提携させていただいております花本美波です。よろしくお願いします。はい、ということで早速でございまして、はい、うん、当局ですね、コロナ禍で開局をしましたためスタジオ内にこう窓があるんですけども、はい、たまにあの放送中に緊急車両の音だったり、うん、台東区のあのアナウンスなど入る可能性があるんですけども、そちらもあの日本一尖った放送局として一緒にお楽しみいただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。この鳥越アズーリ FM なんですけども、うん、2020年10月10日に突如あの台東区にできた放送局でございまして、はい、日本一尖った放送局としておよそ10個に及ぶプロレス団体の番組でしたり、映画番組など多種多様な番組がたくさんありますので、はい、誰でも一つはお気に入りの番組でしたり推しメンの方がいらっしゃると思います。はい、はい、ということで、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、でメッセージもですね、うん、実は募集しておりまして、うん、はい、こちらですね、X も行っております。 X への、コメントはですね、アットアズパン FM、 アットアズパン FM ですね、はい、の方にお送りいただけたらと思います。そしてファックスも行っておりまして、はい、ファックス番号をお伝えします。0358294815です。もう一度お伝えします。0358294815です。はい、はい、コメントなどあると私たちもねすごい励みになるので、はい、あのお時間ある方ぜひあのポチッとお願いいたします。お待ちしてます。はい、そしてですね、はい、このアズーリ FM という番組は、はい、もう本当に便利でですね、うん、今のね時代は便利で、はい、あのスマートフォンからでも、はい、パソコンからでもご覧いただけます、はい、検索エンジンで鳥越アズーリ FM と入れていただきますとホームページにたどり着くことができます、はい、こちらホームページとなっております。で今クリックされない方がいいと思うんです。あ、してください。あのクリックすると、はい、このような形で、番組が、はい、あの視聴できるという形になっております。はい、はい、いつもなんかね、鏡のようにね、改善されておりました。はい、そしてですね、YouTube に、うん、例えば今日の放送は2週間後に YouTube にアップされるんですね。はい、で、どういう風に YouTube 検索したらいいかっていうところなんですけども、うん、はい、このように番組表がございます。うん、はい、で、アズーリモーニングという番組のこういう枠になってますので、はい、押していただいて、はい、こちらのアズーリモーニング YouTube をタップいたします。はい、そうしますとこのようにずらっと出てくるんですね、うん、私たちが、前回言ったのが1月17日ですので、はい、うん、1月17日を見てみましょう。はい、はい、出てきました。さあどんな格好をしていたのか、はい、ね、私たちはあ1ヶ月前こんな格好だったねっていう、あ、こんな格好してたんですね。はい、なるほど。はい、今日は2人とも髪の毛下ろして、ね、しかも花ちゃん気づいた、パンツが2人ともなんかパンツ、はい、あのベロアで、そう、なんか気づいたらリンクコーデだったという今日は、はい、すごい今気づきました。拍手してくれてありがとうございます。はい、はい、ということでぜひぜひあの推しの番組もここから見つけていただけたらいいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ここでですね、ご存じない方がいらっしゃると思いますので、うん、あえて宣伝をさせていただきたいんですけども、はい、はい、スタッフさん写真出ますでしょうか。ありがとうございます。はい、年末年始によく、うん、あのテレビに出てるアメ横ですね、そこのビジョンであの鳥越アズーリ FM が開局当初からこう告知をしているんですけども、うん、あの一番有名な通りのところですね、うん、実はあの代々木のビジョンの方でもですね、うん、この度あの告知動画がこうたくさん出るということでございまして、うん、代々木駅を出てすぐの、うん、ところにあるんですけども、油そばが目印になっておりますので、はい、あの私も以前ね取りに行ったことがあるんですけども、うん、非常に見つけやすい位置にあるので、うん、あのぜひたくさんこう拡散していただけるとね、より番組も盛り上がるのでお願いいたします。そうですね、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。そしてお近く行って、うん、あ、アズーリちょうど出てるって思われたらこう、うん、自分で自撮りしていただいて、はい、あのツイッター X ですね、はい、とかに投稿していただけたらと思います。はい、その時はぜひあのタグ付けというか、はい、あとね、あのしていただけたらと思います。はい、
い、願いいたします。はい、そしてですね、このアズリモーニングの目的なんですけれども、はい、もう本当に地域密着型の番組なんですよね、うん、はい、なので台東区にお住まいの皆様、例えばお住まいの皆様もそうですけれども、企業さん、うん、あとはお教室をやられている方、はい、お店をやられている方、この辺り本当に歩くと問屋街だったりもするの で、ね、うん、本当にお住まいになりながらそうやってお店をご商売されている方も多いと思うんですけれども、うん、そういう方たちと一緒に番組を盛り上げていただけたらと思っております、はい、ぜひ次戦他戦は問いませんので、はい、こちら今フライヤー出ましたね、はい、PR したいという方はこちらにご連絡いただけたらと思っております、はい、ホームページ、インスタ、ツイッターからもお声掛けいただくことができます、番組のその専用の電話番号もございます、うん、こちらでございます、はい、070-5563-9773 070-5563-9773 こちらまでご連絡いただければと思います。ぜひですね、はい、ゲストで出てみたいっていう方は、うん、本当にお気軽に来て、はい、ご連絡していただければスタッフさん対応してくださいますので、はい、はい、次戦他戦問いません。そしてですね、うん、こう今模索中で、うん、なんかこう昔笑っていいと思って、はい、ありました、こう友達の輪みたいな感じで、はい、こうまた繋いでいけたらいいなと思っていますので、うん、はい、いろいろ企画も考えておりますので、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、またですね、ポスターを貼ってくれるお店さんも大募集しておりまして、うん、ポスターを貼っていただけましたら、局の X でしたり、あとインスタグラムの方でお店を紹介させていただきます。はい。はい、お店こんな感じですね、写真にあるような形で紹介させていただくんですけども、うん、私たちもポスターが貼ってあるお店は非常にこうアズパンフェームが、うん、アズパンくんですね、がすごいこう可愛いキャラクターなので、うんうん、こうついふらっとね立ち寄りたくなるような、うん、雰囲気があるので、ぜひそうなんですよ、貼っていただけたらと思うんですけども、はい、台東区のですね巡回バスめぐりに全て、うん、貼っていただいておりますので、はい、はい、ポスターを貼ってくださる方ですね、またゲスト出演希望の方、お店にこう出してほしいと推薦いただける方はですね、お気軽にお電話いただけたらと思うんですけども、はい、はい、お伝えいたします。070-5563-9773 です。もう一度お伝えします。070-5563-9773 です。こちらもお気軽にお電話いただけたらスタッフさんが対応してくださるのでお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、今こうゲスト募集、はい、そしてポスター募集といきましたけれども、うん、番組を作る方に興味がある方、スタッフさんも実は募集しているんです、はい、もうね、私たち本当にスタッフさんに助けられて、そうですね、はい、番組が成り立っているわけです。本当に AI ではできない手作りの番組ですので、うん、一緒に参加してみませんかということでフライヤーが出ます。はい、はい、もうね、なんだろう、うん、あったかいよね。そうですね、アットホームですね、すごくスタートって言った時もわーってそう、なんかこう言葉は交わせなくてもこうやってリアクション出してくださったりとか、そうですね、はい、すごく盛り上げていただいているので、うん、一緒に盛り上げませんかということで、はい、まず動画、はい、動画でした、失礼しました、動画を流していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。
私このねあの動画見るたびに自分も働きたくなっちゃうんだけれども素敵な映像ですね。素敵ですよね。ぜひ一緒に盛り上げていただけたらと思います。はい、台東区のこちらの鳥小屋釣りだけではなく、うん、終わり屋釣りでも募集しておりますので、はい、それぞれの SNS ですね、例えば X、うん、インスタグラムございますので、そちらの DM からご応募お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは本日のお天気に行きたいと思います。はいはい、お願いいたします。はい、本日21日ですね、うん、曇り昼前から雨でございます。はい、最高気温が12度となっております。はい、そして明日22日です。雨夜曇りですね。最低気温が6度、最高気温が8度とちょっと寒くなります。うん、はい、はい、続きまして週間の天気予報に行きたいと思います。来週は比較的に、晴れ間がちょっと少ない曜日が続きますので、ね、はい、ちょっと羽織り物でしたり温度調節できる格好でお過ごしいただけたらと思います。うん、はい、はい、では続きまして、はいはい、渋滞情報に行きたいと思います。はい、お願いいたします。はい、まず都道319号線ですね。うん、台東区根岸1丁目付近から225メートル約1分ほどの混雑、はい、春日通り都道453号線、文京区湯島3丁目付近から476メートル約2分ほどの混雑、そして琴戸通り都道319号線、台東区池の橋4丁目付近から285メートル約1分ほどの混雑、そして池の畑、ね、はいはい、ありがとうございます。そして台東区根岸2丁目付近から593メートル約2分ほどの混雑、そして台東区上野桜木2丁目付近から429メートル約2分ほどの混雑、そして都道4号線昭和通り台東区こちらは龍泉ですかね、うん、ありがとうございます、龍泉2丁目付近から659メートル約5分ほどのこちら渋滞が発生しておりますので、はい、渋滞情報お気をつけてお過ごしくださいませ。はい、続いて鉄道情報ですね、行きたいと思います。はい、本日はどうでしょうかということで、本日は少なめですね、横浜線が遅延しているのと、うん、あと地方線ですね、はい、がこちらも列車の遅延が発生しているのと、あと丸の内線、東京メトロ丸の内線、こちらも、運転状況がちょっと注意マークが出ているので、こちらも情報注意しながらお過ごしください。はい、はいはい、ということでございまして、お伝えしましたが、続きまして台東区ニュースに行きたいと思います。はいはい、お願いいたします。はい、ということで2月ですね、もうすぐ3月がやってくるということでございまして、こちらにもあるんですけども、なんとひな祭りですね、はい、のひな祭り手作りワークショップですね、うん、吊るし雛を作ろうということでございまして、はい、ね、うん、こう吊るしてあるおひな様ですね、はい、風に揺れるとちょっと可愛い感じになるんですけども、うん、こちらが、3月の2日の土曜日ですね、うん、の午後1時から午後4時の間、約20分程度で、最大8名様ですね、はい、各回8名様で行われるということなんですけども、うん、こちら浅草文化観光センターの7階の展示スペースにですね、はい、直接当日お越しくださいということでございまして、はい、費用の方も無料となっていて、あと事前申し込みも不要となっているので、うん、ぜひお気軽にですね、はい、せっかくのひな祭りなので、うん、お子さんと一緒に楽しんでみたりとか、もともとね、そのお子様の成長を濃く祈願したのがひな祭りなので、うんうん、こういった機会に作って、ぜひお家でですね、いろいろコミュニケーションとって過ごしていただけたらなと思います。うん、そういうきっかけがこれ一つ作ればね、なんかすごい楽しくなるかなと思うので、うん、なかなかひな祭りって、うん、ひな壇をこう出したりっていう作業がちょっと大変だったり、そうですね、するので、こういった気軽にちっちゃいサイズでこう作れるというのはすごいいいなと思うので、よかったら作ってみてください。なんか伊豆の方に吊るし雛のなんかこういっぱい飾ってある、展示してあるところがあって、本当吊るし雛って素敵ですよね。スペースも取らないし、ずっとね
長く使えるものなので、うん、お子さんの成長とともにこの時作ったよね一緒にっていうのもいいし、いいね、またもしそのお子さんがお嫁入りとかされるんだったら、うん、その時にお持ちいただいたり、またね、うん、お家に飾っててもお孫さんがまた来たりとかって、そうですね、なんか歴史になっていくからいいよね、うん、そうですね、はい、素敵なワークショップです。ぜひご参加ください、はい、お願いいたします。はい、ということで、はい、曲からのお知らせに続きたいと思います。はい、いたします。ですね、今番組を応援してくださる方を応援しております、はい、そしてですね、番組を応援しながらも、うん、ご自身の、プラスにもなるように、はい、お店のご紹介もされませんか、はい、ということで毎月1万円プラス、うん、税金かかります。1年契約となります。特典は番組で MC の方と共演、はい、そして SNS にアップ OK のサインをツーショット、うん、そして生放送の見学、それからですね、まだございます、お店にもしかしたら番組の MC の方が来てくださるかもしれませんと、はい、これはいいね、ちょっとその番組の MC の方にもよると思うので、はい、うん、はい、そのこれ全ての特典が OK かどうかは、はい、またちょっとそれぞれ詳細をご覧いただけたらと思います、はい、先ほどのこちらのね画像でございます、はい、そして今こう募集している番組なんですけれども、うん、まず一つ目、失礼しました、第2水曜日の10時、はい、アントニオ小猪木さんのアントニオ恋抜きの朝から十字固め、うん、そして第2水曜日15時午後3時ですね、はい、土屋香織の秘密じゃないけど秘密、うん、はい、そして、毎週水曜日17時、午後夕方の5時ですね、こちらは、ジャガー頑張ります。そして、うん、第1木曜日14時、はい、羽生忠和の2024基本的には野球の話、うん、はい、そして毎週日曜日13時から井筒監督のブライ日記、はい、もう定番ですね。そうですね、はい、そして終わりアズレ FM で放送中、第3日曜日ですね、19時から夕方、はい、夜の7時からですね、新日本プロレス所属中西学の冠番組、こちらの、はい、番組で募集をしております、はいはい、中西選手の番組は終わりになるので、うん、登場していただくというかご出演いただく際には、はい、終わりの方にいらしていただく形になりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お問い合わせは X または、メールまでお願いいたします。あとはインスタもございますので、はい、DM ご活用いただければと思います、はい、お願いいたします。そしてですね、あずうりプロレス祭りファンの皆様、はい、大変お待たせいたしました、はい、ということでございまして、日本一尖ったプロレス祭りですね、うん、鳥越あずうり FM 開局3周年記念大会、あずうりプロレス祭り2023の公式 DVD がですね、12月1日よりベースにて販売されております。はい、ということでございまして、うん、プロレスグッズもですね、プロレス祭りのグッズですね、はい、もう数量限定で販売してたりしますので、うん、ぜひチェックしていただけたらと思うんですけども、うん、はい、3500円となっておりますので、うん、プロレス大ファンの方はもう大必見でございます、ね、はい、ぜひこうご自宅でもね、あの時のプロレス大会があってい う, こう思い出にもなるので、うん、ぜひご購入して、また鑑賞会とかもねすごい素敵だと思うので、うん、ファンの皆様同士で集まってとか鑑賞会もすごいしてみたら楽しそうだなって思います。いやいや、はい、すごいちょっとオタクの部分が出ちゃったんですけども、はい、ということで、その大会の動画があるとのことなので、はい、アゾリエモーニングをですね、ご覧の方に特別にお見せしたいと思います。それではお願いいたします、はい、どうぞ。
ですね。ということで、こちらですね、今年のプロレス祭りの開催も決定しておりますので、はい、ありがとうございます。鳥越あずうり FM 開局4周年記念大会、あずうりプロレス2024ということでございまして、こちら曜日がですね、2024年10月27日日曜日、新宿のフェイスにて開催が決して開催が決定しております。はい、こちら11時半ゴングということでございまして、まだ10月ということで先なので、スケジュールも確保してください、どうぞ。はい、あっという間に来ちゃうからね。そうですね、10月ってね、絶対もう本当に半年なんてあっという間なので、はい、ぜひお時間確保して、プロレスファンの方もうこの日はもうプロレスのために開けといてください、ということで、よろしくお願いいたします。はい、では以上局からのお知らせでした。はい、はい、いやでも花ちゃん、今ジャガーさんめっちゃかっこよくなかった。はい、めちゃくちゃかっこよかったです。やっぱりこれは応援するべきかなと。もう本当に先ほど、はい、ね、番組を応援してくださる方募集してましたけれども、はい、1万円プラス税で、うん、はい、ここでね、今またフライヤー出してくださいましたけど、応援できて、こうまた親近感が湧くよね。そうですね、番組を応援しながら、もしかしたら番組に遊びに来られるかもしれない。そうですね、だってプロレスだったらリングのその上でちょっと距離感あるじゃない。で、でももしかしたら、もしかしたらだよ、もしかしたらだけど、はい、もしかしたらってすごい連発してますけどなんか番組ね協賛してたら、なんかお近づきのチャンスがあって、そうですよね、なんかリングのところとかでも、なんか楽屋とかに行けるかもとか、今なんか勝手に妄想しちゃったんですけどあの方がっていう方とね、お会いできるかもしれないという、ね、プロレスファンの方もぜひ、はい、先ほどのこちらのフライヤーですね、ご検討いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、協賛店さんのご紹介に行きたいと思います。はい、まずですね、こちらでございます。今年できた、今年から、ごめんなさい、できたんじゃない、今年から協賛店さん入っていただいたんですけれども、カフェはバー木こり蔵前さんですね、こちらインスタグラムになります。すごい素敵なの、インスタも、なんかこの世界観がすごい素敵だなと思っていて、今もうね、蔵前ってすごいおしゃれスポットじゃない、カフェとかもあって、こちらも蔵前の近くにある昼間はカフェで、夜はバーとして営業されております、はい、そしてお昼はランチが営業されているので、ぜひお近くの方、またはね、週末に蔵前ちょっと散策してみたいなっていう方は、ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います、はい。カフェオアバー木こり蔵前さん、インスタで検索していただけると出ますし、あとはグーグルとかで場所は検索していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします、お願いいたします。はい、そしてまたガラッと変わって、次はベニヤさんになります、これはこれでいいんだよね。そうですね、しっぽりとね、こう、ちなみにもいいです、と都営大江戸線の、新御徒町から徒歩6分、ちょっとこうあったかくなったり寒くなったり、こう気温差が本当に激しいので、体調コントロール大変かと思いますけれども、寒い日は一杯飲んで温まり、暖かくなった日はビールかなんかで喉を潤し、もうね、オールシーズン行ける、ベニヤさんでございますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。電話番号をご予約の際ご活用ください。0368060721、0368060721、台東区とか台東のベニヤ紅の館の屋ですね、と入れていただければ出ますので、Google などで検索してぜひぜひ足を運んでみてください、よろしくお願いいたします、ということで2店舗、お店の紹介でしたけれども、次はブレスさん電気工事の、電気関連の会社のお知らせでございます。こちらブレスさんですね、このスタジオもブレスさんのご協力のもと、すごい素敵なライティングが実は入ってるんですよね、ちょうどカメラには映らないんですけれども、いつもなんて言うんだろう、放送を見て、あ、すごいやっぱりライトって大事だなって思ったりしております、普段はですね、こういうスタジオだけではなくて、ビルとかマンションの共用部の電気工事をされている会社です、BS アンテナの新地設置とか、あと交換ですね、または LED 照明の新地設置交換など、基本的な電気工事はすべてベルス
失礼しました、ブレスさんにお任せできます、はい、そしてですね困るのが漏電とか、うん、急な停電、ね、こういったもの の、うん、あの仮設工事も行っております、うん、やっぱり急なねあの駆けつけをしてくださるっていうところは貴重な会社だと思います、はい、そうですね、インターホンとか、はい、あとは BS アンテナとかそういった工事もあのなんかこうね電気だけって思いますけれども、うん、そういった工事もしてくださいます、はいはい、ですのでぜひお気軽にご連絡していただければと思います、はい、電話番号をご紹介いたします。まずはファックスから0358294979、0358294979、お見積もりはこちらのファックスをご利用ください。そして電話番号ですね0358294978、0358294978、お間違いのないようにお願いいたします。はい、はい、いたします。はい、では続きましてですね、はい、CM 作成のお知らせに行きたいと思います。はい、はい、アズーリモーニングで一緒に CM を作成してみませんか、はい、ということでございまして、はい、こちら制作費が2万円となっております、うん、毎月の PR 料金がこちら5000円となっております、はい、こちら比較的あの安い印象でして今、うん、だいたい5000円でこう新聞の折り込みチラシとかもできないっていうのも聞きますし、うん、ホットペッパーなどもまあ3万円ほど、うん、あのお値段がかかるっていうのもお聞きしたりするので、あの比較的お安いお値段でこう CM を作成できる、うん、素敵な機会だなと思うので、あのぜひですね、あの一緒に作成してみたいという方はあのお問い合わせいただけたらと思います、はい。はい、番組中に、ね、放送されますし、はい、先ほど冒頭でご案内した YouTube で、うん、あのアーカイブでまた出ますので、はい、ずっとその費用対効果っていうのはすごい高いと思います、うん、はい、ね、であの以前高橋代表が自ら行かれて取材して それを番組にあの編集していたので、はい、ちょっと顔出しがとかいう方も OK ですし、うん、いろいろご相談していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、うん、ということで CM のお知らせは以上でございました。はい、はい、ありがとうございます。そしてはい、はい、行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ということでございまして、私からのあの本日のですね MC のお知らせに行きたいと思うんですけども、はい、はい、お願いいたします。まずですね、こちらの左側の最新の投稿ですね、あなたが目撃者という舞台出演のお知らせでございます、うん、はい、なんと2月の21日から25日、なんと今日は2月の21日でございます。あ、本日からでございます。あ、初日おめでとうございます。ありがとうございます。私は実は B 班なので、うんうん、ちょっと今日ではないんですけど、明日初日を迎えるんですけども、うん、あの A 班が今日の夜公演から初日を迎えるということで、昨日もあのゲネプロっていうその本番前に一回公演をする機会があるんですけども、うん、そちらの方、うん、はい。うん、させていただいたんですけども、うん、すごい熱量の高い座組で、うん、絶対何や何でもこうお届けしたいっていう思いがすごい伝わってくる座組でございまして、私のその B 班の公演スケジュールですねが、まず2月の22日、明日ですね、が15時公演、はい、2月の23日が12時公演、はい、2月の24日が19時公演、はい、そして2月25日が15時半公演となっております、はい。会場は、30分前から公演の30分前から行っているんですけども、実は、うん、まあ、あるあるでもあるんですけども、うん、なかなかないこともないかなって思うんですけど、個人的にあるようでなかなかないかなっていうのが印象なんですけど、うんうん、なんとあの30分前から、うん、世界観にこう没入できるような、うんうんうん、登場キャラクターが舞台上に登場して、うん、こうちょっと会話をするっていう演出もあったりするので、うん、舞台って聞くと開演5分前にこう行って着席すればいいかなってのは、うん、まあ、もちろんそれもねあるんですけども、30分前からこう来場することによってよりこう作品にこう入り込むことができるというか、うん、そういった機会があるので、うん、ぜひそちらも楽しみにしてご来場いただけたらなと思います、うん。まあ、要は30分前から来た方が楽しめるよっていうね、はい、ありがとうございます、求めていただいてでこちらが劇場がですね、うん、荻窪小劇場ですね、うん、なっておりまして、 JR の荻窪駅から、うん、南口改札ですね、うん、を出まして約10分ほど歩いていただいたところにある劇場になっております、うん。
ちょっと今日雨なので、もしあのいらっしゃるお客様もちょっと足元気をつけていらっしゃってください。ちょっと今週もね、はい、来週もあの雨の日が続くみたいなので足元お気をつけてください。はい、ということで今日のからの声のお知らせです。はい、はい、続きまして、うん、なんと3月にも舞台出演が決まりまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そちらの、はい、お知らせをさせていただきたいと思います。はい、こちらですね、天下楽器さんという団体さんがいるんですけども、うん、の、ブラッカーズ公演というのがありまして、うん、天見月桜吹雪いておぼろ月というこちらの作品に、なんと3月27日から3月31日で新宿のシアターブラッツにて出演させていただくんですけども、うん、こちらすっごいこう今ね、浪江さんもおっしゃっていただいたんですけども、うん、素敵なフライヤーになっておりまして、うん、タイトルも素敵だよね。そうなんですよ、なんとこちらあのオイランの、うん、あ、またそうなんです、またオイランの先コメントに引き続き、うん、あのオイランの世界観になった作品になっておりまして、うん、なんと盾ありアクションありダンスあり、もちろんお芝居もありというエンタメですね、うん、のもうド派手エンタメをシアターブラッツさんの方で、うん、あの上演させていただけることになりまして、私はあのキッカ、奇妙の木に火でキッカなんですけども、うん、のチームに出演するんですけども、はいはい、そちらですねの、2段目の 3つ目ですね、うん、はい、にいるのが私なんですけども、3月27日がまずこちら公開ゲネというものが行われます、うん、なかなかあのないので、ゲネの空気感というのもまた本番とちょっと違ったりするので、うんうん、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います、うん、そして14時公開ゲネの後が19時公演、うん、そして3月29日ですねが、明日は28日ですね、うん、がなくて3月29日が19時公演、うん、そして3月30日が13時公演、3月31日が16時半公演となっております、うん、こちらちょっと前売り当日ともにお値段がまあ5000円とちょっとお高めではあるんですけども、うん、その分間違いなくド派手エンタメを提供できると思いますので、もう作品世界観が好きな方、オイランという作品の世界観が好きな方はもちろんそうですし、うん、あともう盾が好きだからとか、うん、アクションが好きだからっていう方にも絶対ハマってもらえる作品になってます。すで、うん、に稽古が今もう始まって、実は始まっているんですけども、もうみんな毎日この時期だというのに汗をだらだらかきながら、うん、あ、いいね、はい、熱量高くやっておりますので、うん、まだちょっと時間があると思うので、うん、あのスケジュール帳にこう書き込んでいただいて、うん、いろんなチケットの種類がありますので、ちょっと VIP 席というものもありまして、はい、がちょっと完売がちょっとずつ出ておりますので、ちょっと情報を注意しながら見ていただけたらと思います、はいはい、ちなみに VIP 席は最前列&サイン付きの特典ステッカーがつくので、うん、はい、ぜひ奪いに取って来てください。オイランだけに、はい、オイランだけにお願いいたします。はい、はい、詳しいチケットのリンクは私のストーリー随時更新しますので、チェックしていただけたらと思います、うん、はい、ということでございまして、盛りだくさんな2月3月になりそうなので、本当だね、ギュッと、はい、でもなんか役者冥利に尽きるよね。そうですね、本当にありがたいです、うん、なのでファンの方はもちろんですけども、知らない方もぜひ鳥小屋ズイリューフームで知っていただいた方もぜひ見に来てほしいなと思うので、チェックをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで私からの情報は以上でした。はい、はい、ありがとうございます。そして私に行きたいと思います、はい、お願いいたします。まずは浪江美智子のインスタグラムからご紹介させていただきます。はい、はい、こちらですね、はい、ですね、うん、先日ライブを行いましたので、そちらの動画をご覧いただきたいと思います。はい、はい、人間大学さんが提供された、うん、自身チャリティーコンサート大山会企画スタートとなりました。はい、うん、元格闘家の大山俊吾さん、はい、はい、この方たちはね、新橋でいつもね、チアリーディングをして、サラリーマンの方たちを励ましてる方なんですけど、開運文字の、はい、ありがとうっていうのを、愛っていう字で記す、はい、はい、西島和弘さんのバレエダンスがすごく似合うバレエダンス。はい、顔を開運できるっていう、眉毛の方一つで、できると、木村玲子さん、ミノアマンゼットさん、
あの格闘家の方ですね、はい、もう今は自殺防止の運動されてます、はい、山崎匠美さん今 TikTok でめちゃめちゃバズって、うん、お花代表の板倉美希さん今チームジャパンで、はい、現地に行ってます被災地にそうなんですね私あめちゃくちゃ斉藤大輔さんと、はい、今の曲は私が振り付けしておらせていただきました、うん、なんかすごい歌われて、はい、皆さんが登壇されて、うん、こうどんなことを困難乗り越えたかっていうあのトークショーだったんですけれども、うん、ゲストの皆さんがそれぞれ踊られて歌われて私も踊りました。綺麗愛の参加です。ハミングで世界平和を祈っている角張幸恵さんです、うん、もうすごい同時でいろんな一般の方と参加していただいて、うん、ズームとかでつないでオンラインかな、うんうん、でハミングこの方 もう人気の講演家サイ、ね、先生ってあの手相を見る、はい、あのまたこれも有名な先生、はい、なんですけれども、はい、もうコントみたいなねもうあの詳しくご覧いただきたい方はあのご覧いただきたい方はインスタまたご覧いただければと思います、はい、この方は古市さんとおっしゃって事故に遭われたんですけれども、うん、それで立ち直られて、うん、こうやって自分のストーリーをミュージカル仕立てに、うん、ミラーマンさんが、うん、あいこれ楽しいの見るとなんか盛り上がる本当に心が、うん、晴れ晴れとするっていう、はい、これはね大山俊吾さんと、はい、あの純子さんご夫妻だからこれだけの人たちがチャリティーで集まったんですね、はい、次こちらの、はいはい、インスタございますけどこれだけの方々がお集まりでした。本当にあの豪華キャストこれ本当にねあのなんて言うんだろう実際公演打とうと思ったらすごい費用かかると思うんですよね、はい、ギャランティーだけで、ね、でも全額チャリティーなんですよ。はい、すごいでしょ。これはあの今4社4団体がチームジャパンといって、はい、あのこの被災1月1日 の、うんはい、あの震災の時にあの結成してもう2日かなすぐに震災が起きてすぐに動かれて現地に行って、うん、ずっと支援をされてるんですね、はい、でその支援されてるそのチームジャパンさんにあの全額寄付という形で、うん、でこれがすごく評判が良かったので、はい、あの今2月ですね、2月25日までお申し込みを延長しました。こちらの QR コードから、うん、あの申し込みいただけますので、はい、もうね本当にもう人気講演家の方々 の、 その、うん、どうやって苦難を乗り越えたっていう話だったりとか、うん、あの本当にこう何度でも見ても飽きない、うん、なんて言うんだろう本当にエンタメ要素も満載でもう楽しいライブでこの日当日もあっという間で、はい、もう終わっちゃったのっていう感じだったの。本当にもうあの出演者だけじゃなくてスタッフさんもそうなんですけれどもいらしてる方々の、うん、そのこう暗い気持ちになるんじゃなくて、うん、よしみんなで寄付しようみたいな、うん、それもなんかこう不安って不安をやっぱり引き寄せるから、ね、明るくみんなでこの気持ちを届けっていう感じで寄付をしているので、うん、はい、ぜひ皆さんもねあのこうよくこういうイベントしますって言うと今まだ動いちゃいけないとか、うん、なんか物資送ったらとかって言われるじゃないですかって、はい、おっしゃるんですけど、うん、もう動いてるところは動いてるので、うん、はい、あのもうぜひ知っていただきたいなと思っています、うん、そしてですね私あの3月20日、はい、来月の20日に、はい、実はあの現地に参ります。前乗りしますけれども、はい、この日3月20日にあの白衣市というところで、はい、希望の祭りというものがございます、うん、はい、ここで、はい、ランタン線香が上がります。その中で踊らせていただきます、はい、幻想的です、ね、はい、ありがとうございます。うん、今あのちょっと戸越八幡神社様でも私巫女前をお習いしていて、はい、でやっぱりちょっと神事のこととかもいろいろやらせていただく中で、うん、何か私にもできることがあればと思っておりますので、うん、あのこう踊りを見てねこうちょっと心が、うん、あの現れたりちょっと非日常的な気持ちになっていただいたり、はい、辛いけど一人じゃないっていうことを、うん、あのちょっとでも感じていただきたくてあの今こういろいろなんて言うんだろう縁起物っていう形で呼んでいただいて
ったりとかもするんですね、うん、なのであの少しでもあのそこのね地が活性できたらと思っておりますので、うん、はい、あの3月20日なかなかあの、はい、なんだろう、オンラインとかで開催するっていうのはまだ多分決まってないでしょうし、現地いらっしゃる方だけのスペシャルな空間になるんではないかなと思ってますけれども、はい、またあの3月20日戻ってきたらあのお知らせしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてですね、次のインスタに行きたいと思います。はい、はい、こちらですね、はい、海洋大使の、はい、今あのサンマリノ共和国というあの大使館があの日本に170ぐらいかなあるんですけれども、はい、そ の, あのカデロ大使ってマリノカデロ大使は外交団長として、はい、もうあの外交だから大使館でそれをもう取りまとめる団長としてあのずっと長きにわたって日本に貢献されてる大使です。はい、で大使はやっぱり日本はその神社とかがあるとそういうのってすごく平和に大切なことだよねってみんながこう通って手を合わせる平和な気持ちをあのお祈りするっていうのは大切だからって言って、実はサンマリノヨーロッパで唯一神社を作った国なんですね。大使が作られて、で、はい、あの6月かな、毎年6月にあのサンマリノ祭りといってお祭りを開催するんですけれども、はい、それ の, あの記念 の, あのパーティーといいますか、はい、こちらで踊らせていただきました。成功部ピースの代表として、はい、あのお祝いに駆けつけて踊らせていただいたんですけれども、はい、インスタもう一つの方にもあの踊り載ってますのでご覧いただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、サンマリノ祭りもうね、日本文化がいろいろ詰まったお祭りなので、うん、ぜひ、はい、はい、あのなんかツアー組んでるらしいの で, で、ね、はい、サンマリノに行って、せっかくサンマリノに行ったら、はい、また近くのそのなんだろう観光地に回るっていう企画があるらしいので、はい、ぜひご参加いただけたらと思います。はい、そしてもう一つですね、動画がございます。はい、まず花育の方からご覧いただければと思います。これは昨年10月15日に曳久保神社さんでイベントをさせていただいたんですけれども、その時に告知というか皆さんに曳久保神社のことも知っていただきたかったし、私たちの社団が立ち上がるのに記念のイベントでしたので、私たちのことも知ってくださいということで、はい、キッズクラブを開催いたしました。オーキッドビューティー、椎名洋蘭さんという、はい、あのコチョウランの老舗さんがこういったあの花育というのを取り組んでいらっしゃって、共同開催でやらせていただきました。うん、花育プロジェクト、これあのコチョウランって毎年咲くの、ちゃんと、はい、あんまり手がかからないんだけれども、はい、カーテン越しのところで育てて、たまにこうお水をしっかりあげてあげるだけで、うん、もうずっと咲くのね。そうなんですね。なんか育てにくいってイメージがちょっとあったんですけど、そうそう、なんかお祝いとかでいただく豪華なお花で、はい、お花がなくなったらもう皆さん廃棄される方がすごく多いんだけれども、うん、ずっと咲かせることができる、本当にサスティナブルなお花で、はい、でこちらの今シナヨーナンさん、はい、オーキッドビューティーさんなんですけれども、美容液も販売しているので、うん、はい、子どもたちのインタビュー、うん、本当にどんなことが楽しかった、特に、自分がコチョウランの種類を知りたいことが、いろいろ、なんかいろんな形とかも見れて楽しかった。よかった。どう？楽しかった。うん、楽しかった。楽しかった。1時間あっという間って言ってたけど、楽しくてあっという間。本当に。というね、本当に子どもたちにこうやって体験していただくのが一番いいなと思っていて、でコチョウランは本当に強いお花なんですよね。だから抗酸化作用が強くて、それで美容液にもなるっていうので美容液も販売されてるんですけども、もう一つ昨年の、はい、立て続けにね、こちら歌舞伎中村屋さんの公演で、はい、中村屋さんって毎年いろんなところで、はい、中村座っていうのを立ち上げてやってらっしゃったりとかするんですけれども、この時は錦秋公演といって、これもすごく人気の公演で皆さん初体験、親子鑑賞でした。
This is the traditional Japanese culture. Thank you. お父様が誘導してスピーチしてくださって、はい、ということで歌舞伎をやっぱりご覧になる機会がないので、こうした形で親子でご参加いただきました。本当はお子さんをたくさん集めたかったんですけども、やっぱりちょっとね、保護者の方も今回は必要かなということで、親子体験会ということで、おととし2022年の黒豚酒場というところと、歌舞伎座の花籠さんというところで成功ピースで2回イベントをしたんですね。そのイベントの本当会場費とか皆さんお食事とかお酒召し上がるので、はい、そのお金を引いたお金、収益の中から本当、はい、残ったお金をすべてこちら の、 歌舞伎のチケットの方に当てさせていただいて、皆さんで親子体験会というのをやっていただきました。はい、中村屋さんはありがとうございます。今本当に勘九郎さんと七之助さんが大活躍で、はい、本当に素晴らしい歌舞伎です。でトークショーがあって、この時はね新作というかその浦島太郎ってあるでしょ、はい、あれをおとぎ話を歌舞伎にしたものがあって、それを公演されて、あと女立てとか、すごいもう派手な、日本語が分からなくてももう世界観だけで楽しめる、そういった演目でしたので、こちらの錦秋公園さんの方でチケットを購入させていただいて、皆様に体験していただきました。今年もまた成功ピース、はい、子どもたちにチャリティーで教育のことをいろいろキッズスクールとしてやらせていただきますので、イベントも10月13日になるかと思います。また今年もやりますので、ぜひ連動してますので、私の今の動画成功ピースも共同投稿で飛ぶようになってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。いたします。はい、あとね、もう一つこの間ね、実は、着物ドレスで、踊らせていただきました。素敵。そう、渡辺空さんって言って、ヘアメイクをされる方なんですけれども、やっぱり美容師さんって着付けもされたりするじゃない。こうやって着物、普通に着られる状態の反物じゃなくて、着物に仕立ててあるやつをこうやって着物にその場でこう着せていただいて、すごい、ファッションショーみたいな感じで踊らせていただいたの。こちらも3月2日まで、お花さんがチャリティーアートフェスをやっております。世田川 の、 北沢の方でバーガーズ東京というところで、いろいろ先ほどの登壇された方々もアートを出していただいてて、そちらもチャリティーですので、ぜひお立ち寄りください。はい、はい、そしてですね、今年はもう一本あるんですね。おすごい、新しい、はい、お知らせ、はい、新しいお知らせ、ですね、実は3月の10日、はい、日曜日になるんですけども、10時から新橋にて、はい、こちらです。岡崎勝弘さんとおっしゃって、もう本当に本当にビジネス書の大家、もうベストセラー作家さんなんですね。今度新刊でチャット GPT についての新刊を出されました。そして私、波江美智子とコラボのセミナーを行います。はい、ありがとうございます。本当に岡崎さんのセミナーって、本当講師ともに活かせるような面白いセミナーなんですよね。で、今チャット GPT っていうのは、はい、これからチャット GPT を使えないと仕事ができるって言えない。うん、そういう時代が来ます。で、ここで何が他のチャット GPT って、はい、普通にできるんじゃないとかって皆さん思われると思うんですけど、検索の仕方とかどういうふうに活用するってやっぱりコツがあって、この岡崎流の、はい、このチャット GPT の使い方がすごく秀逸なの。だから例えば私も昨年イベントをするときに、自分自身がいろいろ岡崎さんのこの新刊が出ないから活用してたのね。はい、で自分なりにほら役者だからやっぱり起点聞かすじゃない、こうかな、はい、ああかなって、そのいろんな視点から検索して活用してたんですけれども、なかなかそういうのって皆さん活用しきれてない方が多くて、実はこれ本当にオールマイティで、チャット GPT って役者さんとかこう表現者さんでも使えるし、新しいことを何か立ち上げたい人ももちろんそうだし、今会社にいる方もそうですし、あとはお子さんがいらっしゃる方とかにも実は活用できるんですよね。はい、ですので、はい、ぜひぜひ朝活、朝もう日曜日10時からスタートして1時間ぐらい、岡崎さんに登壇していただいて、チャット GPT のあれやこれやを
あのレクチャーしていただきます。チャット GPT の攻略法、うん、そしてその後はやっぱり AI って何でもできるようになるから、うん、じゃあ人って何で残っていけるのっていうところで、はい、人がこう大事になるその人の心の部分にフォーカスした、うん、私あの人材育成教育などもやってますので、うん、コーチングなど取り入れてやってますので、はい、そのセミナーを合体させております。2つがテーマになった、はい、セミナーですので、うん、ぜひお越しいただけたらと思います。今下の方に QR コード出てますので、はい、2月中は、はい、とてもあの特典がついてまして、うん、あの本が特典でついてるんですけども、はい、500円は安いのでぜひいらしてください、はい、ということで駆け足で参りましたが、はいはい、ぜひあのまた皆さんにね、あのリアルでお会いできたらと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたしま す,、はい、します。今日はもう雨ですから、はい、もう一日雨なので暖かくしてお出かけください、はいはい、はい、ということで波姉子と、俳優の波美智子と花本美奈美でした。はい、ありがとうございまし た, ました。来月もまたお待ちしてます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。